まつげもギャインギャインのギュインギュインになりまして、わかる？こっちが特にすごいのよ。そう、こっちねちょっと落ちやすいかもって言ってたんだけど、全然もうめちゃめちゃ上げてもらって、ギフトありがとうございます。ペンギン、ペンギンですね、ありがとう。こんばんは、ただいま。ウェイ、ね、お友達だってきました。めっちゃ楽しかったよ。いや本当にめっちゃ楽しくってさ、そう、また行こうね、次一緒に飲みに行こうね。そう、今日さ、どこ行くどこ行くって言って、まあご飯したの、ランチして、でその後にちょっとカフェ入って、まあ話してたんだけど、まあそれでね、もう結構あの何、まあそう時間経ったんですけど、この後どうするってなって、どっか行くってなったんだけど、どこ行くって結局なって、そうで、じゃあ今日は俺で解散して、また今度ご飯行ったり旅行しようってね、おいしいもの食べてきた、そう帰ってきました。で友達が車運転してて超かっこよかったんだよね。もう運転してる様がかっこよすぎたそう、なんか意外というか、なんかその子、あのまあ話した通り、本当に私の中の思う女の子って言ったらもうその子なの、女の子のの中の女の子って感じ、本当にもうザ女の子、みんなんか何、そのちょっと清楚で喋り方とかも可愛くて、そうっていう感じの女の子なのなんだけど、そうすっごい隣に寝るわけないでしょ、そう、めちゃめちゃバリバリ運転しててかっこよかったですねおー言ってたもん、かっこいいねっつって、そうで、お家まで送ってもらったっていう、ありがとう。ギフトありがとうございます。いやー楽しかったっすよ。はい、楽しかったっすね。ギフトありがとうございます。こんばんは。雨ね、そう、聞いてください、聞いて、本当に、いや、聞いてくれてるよね、ごめんそう、あのね、まあその美容院行った後に友達と会うことになってたんだけど、だ美容院がその会うところより少しだけ離れてんの、少しって言ってもまあ5分くらいかな、歩いて、そう5分もないかも、もしかしたら。でその行きは大丈夫だったの、行きは降ってなかったから、ああよかった今日天気と思って、で帰り、終わりましたね、はい、ありがとうございましたっつって、お会計終わって言ったら、すっげえ雨降ってて、うんみたいな、さっきの天気どこ行ったレベルで雨降ってて、で風も強かったもんだから、もう横殴りの雨よ、で傘で防ぎようもなくびっちょんびっちょんになって、待ち合わせのところ行って座ってる間もね、お尻冷たかったもんそう、びっちょんびっちょんだった。困ったことに、そうかと思ったら、でもしばらくしたら晴れてたり、でもかっ そう思ったらまた雨超降ってきたり、なんかね、もうね、意味不明な天気でした今日、なんじゃそりゃっていう天気してた。本当にあのもう異常気象、異常気象、本当に。そうでもね、髪の毛もいい感じになって、そう、いやまつげがね、いやまつげほんとすごいんですよ、見てこれね、ビューラーしてないんですよ、これですごくない、このギャインギャイン度、右目こっち特に、そうもう最高と思って、でね見事に寝てましたね、マツパチュー。初めね店員さんとね、まあ私のことをすごく知ってるから話してたんだけど気づいたら寝てて、そうで、お、最後の最後に起きて、あ終わったと思って、あ終わってる、その友達紹介して、多分名前出していいのかな、
そう、その子もねアイドルやってた子なんで、え、名前出していいかな。いやちょっと、うん、いやここまで言ったら分かる人は分かりそうだけど、今んとこちょっと出さないでおくね、今度聞いとくわ。そう、ヒカはね全然もうね、あっちの子に、そう、その子にまず写真とかあげていいよと思う。そう、もともとねずっと仲良く、あ、そうそうそう、北陸アイドル部の子ですね。そうなんですよ、仲良ぴ、もともと仲良ぴ、とっても。そう、本当にもうもうかれこれ十何年一緒にというか、まあもちろんね会わない時期とかはあったけど、そう、お互いねいろんなことしてたから。でも初めて会った日って考えたらもう10年以上。あ、ツイッターでツーショット、本当あげてた、そう、あげていいって聞かれていいんよっつってたのね。あ、間違えた間違えた。そう、あれかな、前あげてたのかな、あ、イベント中、イベントの時ね、そうそうそう、うん、ギフトありがとうございます。そうそうそう、なのです。もう小学校の時からそう初めて会って、そう、綺麗な子でしょ。可愛いんです。いや、なんかね話し方とかね仕草とかがねめっちゃ可愛いんですよ。そう、超可愛いね。その子と久しぶりに会って話してきました。ご飯食べて、そう、お互いにね、そのまあアイドル始めた時期もそうじゃない？ん？違う。卒業した時期もまあ似ててさ、別に示し合わせたわけでもなんでもなく、そう似てて、そうで今日お疲れ様って言って、お互いにねお疲れ様っていうお話をねしてきたんですよ。そう、めっちゃ楽しかった。いや本当にマジで楽しくってさ、プリも取って、すっげーくしゃみしてんな。兄ちゃんすっげーくしゃみしてるわ。そう、イベントのすぐ後、そう、イベントの次の日にその子ね卒業したんですけど、そう、いろんなことあったねって言って、いろんなことあったねって、まあその時期さ、あんまりやってる道が違うから、道っていうか、まあそう、一緒にいたわけでも遊べたわけでもなかったけど、そう、でもいろんな経験したよねって言って、お互い同い年なの、同い年です。そんな感じで遊んできました。楽しかったね。
いやマジで旅行行こうって思った。また約束もして、そう近いうちにご飯行こうねって言って、お互いねいろんなことしてるから、いろんなこと、うん、いろんなことまあまあそうね、そうまあしょっちゅう会えるわけではないけどまた会おうねって言って。なあ、ねなんか大人になったよっていう大人になったよねっていう、本当にお互いね大人になって、パズル調子良さそうかい。あー微妙、すっごい微妙、調子悪いわけでもなさそうだけど良くもないうん、地味に進んでるかな。そう明日もお休みだっけ。そうだから明日ね朝配信なしです、ごめんね。そう明日は好きなだけ寝るんだ、ごめんね。考えてみたら二人ともアイドルとして活動してるのすごいね。でしょ？すごいよね。本当にすごいことだと思う。わ、雨降ってきたよ。雨降ってきたよ。すっごい降ってるよ。なんか。早くカラオケ配信したいね。なんか雨降るこういう時こそさ、なんかちょっとさ、別に気持ちがどんよりしてるわけじゃないんだよ。今日めっちゃ楽しかったし、そうやりたかった、マツパも美容院も行けたし、でそう可愛い子ちゃんに会えてめっちゃ盛り上がったし、でもさ雨降ってるとさ、なんかさすごいカラオケ配信してパーって歌いたくなる。パーこれでいいのか。もうちょっとだね、ランク。痛い痛い。ねえ、いつ梅雨明けるかね。そう友達とも言ってたのよ。そう今日そのことも。いやーなんかね今日ね天気良かったらねなんかね
外歩きたかったんだけどねっていう話をしてて、いやまあそれは本当にそうと思って、そうなんかちょっと行ってどっか行ってみたいなしたかったんだけどね。ランク上がる条件とポイントかな、ちょっと待ってね、ただいま見ますね。あ、ポイントかな、うん、ポイントですね。なんかランクの詳細こちらを押しても何もなら、あ、こっちこれなのか、うん、あの飲み物やめろ、あ、抹茶抹茶抹茶ですよ、抹茶です。そう、あの上生もうなんかサービスかなで出てきてめっちゃ美味しかった。もう晴れてたら暑くて歩けなかったんじゃない、いやでも雨よりいいかな今日ね、ほんとね外歩けねえよっていう、マジで絶対歩けねえだろっていうレベルで雨やばかった。もうね、まあそうね、5分外出たらもうびっちょんびっちょん、多分10分出たら全身びしょ濡れそう、私だからさこんな色してるじゃん T シャツが、もうね、であの薄い色のデニム履いてったんで、多分じゃなくてもう雨、あ、この人多分今外歩いてきたんやなっていうのが分かるくらいびしょびしょでした。通る人通る人結構みんなチラ見してくっていうね、え、なんであの人濡れてるん、きっとね外見た人は分かってくれただろう、どれだけ豪雨かを。雨じゃない、雷鳴ってる。違うなこれ、そうしかも聞いて、そう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 聞いてそう、あので晴れてたじゃん、ちょっと朝晴れてたからまあ多少降るかなくらいに思って、そう多少降るかなくらいの気持ちでいて、でも晴れてるとあれだから日傘持ってこうと思って、まあいつものね、まあ雨傘も一応兼用してるはずなんだけど、あれちょっとちっちゃい日傘と雨傘兼用のやつを持ってったの、持ってったっていうか、まあ、わざわざおばあちゃんにね、ごめんあの忘れちゃったから、あの持ってきてほしいって持ってきてもらったんだけど、そしたらさその後さ案の定曇ってさ、すっげえ雨降るじゃん、と思って、いやいやいやみたいなちょい待ちいいと思って、ギフトありがとうございます。日傘と雨傘って何が違うの？雨傘は日を遮るように作ってないから、日差してて雨傘差してても紫外線は通します。でも日傘は紫外線を通さないように作ってあるんです多分。そう、日傘雨傘にしたの？うん、もともとさあるじゃん、日傘と雨傘どっちでもいけますよっていう傘があるんですよ。そう、そう、それをいつも使ってる。なんだっけな、どこのだっけ、東急ハンズだっけなそれで日傘雨傘兼用じゃなかったらどうしよう、東急ハンズ、そう兼用のがあるんですよ。ちょっと待って今調べるね、出るかな出るかな、それでマジで雨傘じゃなかったらめっちゃ普通に使ってるってなるんだけど、
あるかな、今売ってるのかな。そう、結構いいお値段したんですよ。そう、もうちょっと安くてもよかったんだけど、近くにここしか買えると、ところがなくって。そう、日傘ね、いいやつでもやっぱりいいやつ使った方がいいからさ、日傘なんか。そう、東急取れるの？ハンズになるの？あんまり変わんない気もするんだけどな。まあいろいろ事情があるんだよね、大人の事情がね、きっと。そう、紫外線、そう、できるだけ防ぎたいんです。なんかいいのだと多分1万超えたりもするじゃん。そう、いいなと思う。でもちゃんと本当になんか安心感がある。あ、これは防いでくれるぞっていうそう、勝手にだけど、ね、どのくらいね差があるのかが分かんないけど、高いのだとお、これはきっとちゃんと全部防いでくれるぞっていう。私さ、だから焼けたくないがためにさ、暑いのに長袖着たりもするからさ。そう、なるべく本当にちゃんと遮ってくれるやつが。うわ、乗ってな、もう売ってないのかな。それともあれ雨傘だった？本当はそんなことないよね、絶対雨傘ではないはず。防げるだけじゃなくて壊れにくい。ああ、まあそうだろうね。なんかさ、やっぱり安いやつだとさ、持ち手の部分がグラグラするやつがあるんですよ。私あれ苦手で、マジですぐ壊れるから。今のね、グラグラしないいいやつなんですけど、そう、ちょっとグラグラしちゃうとね、困る。にやけるくらいなら汗を我慢するんだね。そうだね、そう、本当にそう、汗っていうか暑いのを我慢する。そう、これは本当にそう、マジで絶対焼けたくない。だからね、日焼け止め塗ってない日に日傘忘れるって絶望しますもん、私。うわ、やる、やらかしたわと思って、やってると思う。もう本当にバカじゃないのって自分のことをそう、いや今日こんなに日差してんだからちゃんと持ってきなさいよってね、思う、自分で自分に。ちょっと出てこないな。出てこな。いやでもね、本当に日傘さした方がいいよ。やっぱりさ、お肌とか気にする方は特に、焼けるとね、将来的にやっぱシミになったりするって言いますし、お肌のダメージとかはすごいです。しかもやっぱり熱を遮ってくれるっていうのも多少あると思うんですよ。多少ね、わかんないけど。そう、直でやっぱりさ、顔面とかに当たるよりはさ、やっぱりちょっと防いでの方がいいと思うんだよね。え、私の買った傘、あれ東急ハンズじゃないのかな、そこの。すごい、みんなに見せたいんだけどな、私の。大丸にあったはずなんだけど。ロフトじゃない気がする。
急ハンズが入っていないぞ。あ、いたわ。そう、やっぱり東急ハンズだよ。そう、東急ハンズ、東急ハンズ、東急ハンズなんだよ。ハンズあるよね。なんで出てこないんだ。あれは日傘じゃないというのか。販売終了したのかな。まあ確かに結構使ってるような気がするような、しないような。そんな前だっけ、なかったの。なんかコスモス柄なんですよ。コスモス柄、コスモスかな、あれ。え、コスモス、じゃコスモスじゃないのか。自分でもわからん。え、そうそうそう、3回くらいに分かれてた。いろんなところで調べ始めるっていうね。あれないな、ないわ。ちょっとお見せできなかった、ごめん、なかった。もう売ってないっていう可能性はある。現物あるけどここに持ってくるのはちょっとあれだなと思って。あれもう今日雨防いだやつなんで濡れてる。こんばんは。でもね、日傘はね、使った方がいいよ本当に。マジで将来的に結構肌に出るって言いますから。そう、もしね、ちょっとでもお肌気にするんならね、日焼け対策は何かしら取った方がいいです。こんばんは。日傘ってどのくらいの大きさの方がいいの。でも日傘ってちょっと小さめサイズ多いけどね。うん、そう、小さめサイズが多いです。うん、私のもだから日傘ちょっとちっちゃめ。色が白いのが悩みで、バリバリ日光ともお友達。いやでもね、いや、いいことだと思う。いい、私ね、色白いのいいと思います、すごく。私がね、もともと焼けやすい、黒かったので、昔に。そうね、将来的にね、本当にお肌に出るって言うんで、もういろんな人が結構これ言ってる。私松葉の人にも言われた。そう、松葉の人にも言われたじゃなかった、誰かが話してるの聞いてた。松葉のスタッフさんとお客さん、他のお客さんが話してるの聞いてた。そう、やっぱり日焼け対策したお友達の肌がすっごい、もう今でもツルツルのツヤツヤなんだって。そうだからね、まあ、日傘ね、めんどくさかったらね、まあ、日焼け止め塗るのめんどくさいんだけど、だから私日傘差すんですよ。そう、まあどっちかやった方がいいかもね。もし、まあ、気にするならだよ。もちろん全然いいよっていう人もいるから、そういう方は全然気にしなくていいと思います。これね、やっぱり私はね、気になるよっていう、そう、私は自分のお肌やっぱり焼けたくないよっていう人なだけなので。そう、なんかいつの間にか焼けるのが怖いもん。そう、本当に焼けるの怖い。焼けたくなさすぎて焼けるのが怖いです。あ、スプレータイプね、楽だね。スプレータイプ楽なんだけどさ、ついてないところあったらどうしようっていう不安がさ、私の中に生まれるんだ。そう、
まあなんかよっぽどさ外にいて、あーもうなんかメイクもしてるし濡れないなっていう時はもうスプレータイプでシャーってもう全力でかけて、もうなんかかけすぎじゃないっていうレベルでかけてどうにかするんだけど、そうでも基本的にはね、もし塗る時は塗る。おすすめなんだっけな、この前ネットで見たのは、私のはね多分肌あんまり白く見せたくないなら私の使わない方がいいんですよ。私のやつあの肌白くするようなんで、ちょっと白くなるような色味をしたやつなので、どれって言ってたかな、あれニベアかな、ニベアかも、うん、ニベアの日焼け止めかも。なんかそうな、これ田中みな実さんが使ってたみたいなのを見た気がする。うん、私はね何使ってんだあれは、なんか私のちなみに使ってるやつはスキンアクアですね。スキンアクアのさピンクと青のさよく見ない、これいろんな色あるんだけど、そうこんなやつ、私はこれを使ってます。これね塗るとね肌白くなるんですよ、ちょっとだけ。そう私はこれが好き。ね、よく見るでしょ、結構日焼け止めコーナー行くと絶対ある。あ、こっちにする？いいよ。そう、なんか紫色なんですよ。そう、紫色でだから肌をちょっと白く見せる。 SPF はだいたい50です、私。うん、多分今使ってるの多分、うん、日焼け止めも SPF50 な気がする。これ紫じゃない、50じゃないのかな。うんうん、 SPF50 かな、わかんない。その30とかもあるけど、まあ、違いはいまいちわからない。そう、 SPF が下がることによって何が起こるのかとかが全然わかんないから、なんか勝手にさあ30やと弱いのかなって思ってるけど、そう実際なんか SPF って何なのかわからない。わからずに使っている、適当に。こんばんは。ね、難しいよね SPF とか言われてもね、わかんねえよと思いながら使ってる。なんだよそれ、わかんねえよってね。日本語でいいよね。え、そう、なんか、うん、日焼けのしにくさ。そうやって書かれてもめんど、それはそれでめんどくさいな。
そうでもなんかそう分かるようになんか書いてほしいよね。分かんなかったらだってあんまり意味ないじゃん。けんさんこんばんは。いいのかな。おー降ってきた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 ね。降ってるね。めっちゃ降ってるやん。すーごい降るやん。まあね、仕方ないね、降るのはね、もうね。あれ、なんでここが、この辺良くなってる。あー微妙、すっごい微妙。うーん、悪くはなってない。良くなってるかって言われると良くもなってない気もする。そうそう今日ずっとこんな感じ。そうだからなんかなんていうの、病んだり急にこうやってガッサーって降ってきたり、マジで変な天気、本当に異常気象、異常気象、異常気象よ。いや怖って思ったもんね、ちょっと大丈夫かな明日。え今日の夜本当休みでよかったね。外出たくないよねこんなんね。マジで外出たくない。明日はねいっぱい寝てまた仕事頑張って寝よこうです。あピーチね、ピーチめっちゃ飲みたかった。そう言ってたんよ、ピーチ飲みたいよね。うんピーチ飲みたいって言って、14日まで雨あるし。え14日の何時ですか。14日は私夕方からなんですよ仕事。14日何時まで雨ですか。自分で調べってね。ごめんちょっと誰か教えて。夜までかな。朝まで、あ朝までならいいよ。そう朝までならまあまあまあ、私はね夕方から家出ますから。夕方からの時って夕食の時間とかでも、あもうね早い時間に食べていきます。そうおおご飯湯だね。早い時間にもうご飯食べちゃって、でもあとは帰ってきて寝るだけとかにする。あーやばい、めっちゃ崩れてる崩れてる、パズル崩れてるよ。いや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 、たまらんな。16日から晴れて19、
あー大丈夫、16から私東京だから16から私東京いるから、そう東京の天気が晴れてればよし。いやよくない、本当はね石川もね晴れてほしいよ。いやだからさ今日もさ、まあ、観光客の人がさいるわけじゃん。そうまあ結構いたんだけどさ見てる感じ、いやもうなんかせっかくの石川遊びに来てくれたのにさ、いやもう雨でもうなんかどこも行けんじゃんと思ってちょっと悲しかった、私がそう私がちょっと悲しかった。なんかねせっかくならねやっぱり石川楽しんでってほしいなって思うからさ、石川いいところたくさんだからさ、なんかそれをなんかね嫌な思い出に、嫌な思い出にはならないかもしれないけど、そうまあでもねやっぱり雨降ってるより、ん雨降る、ん雨降る、ん、あそう雨降ってるよりさやっぱ晴れてた方がさいろんなことできるしさ、写真も映えるしさ、そうね、だから、ね、皆さんもねなんかまあね6月もねすごくいいんですよ、アジサイとかも咲いててすごくいいんですけど、もしね雨の心配をするならば旅行は梅雨明けとか梅雨入る前にね来た方がいいかなと思います。そうねえ、なんかせっかくならやっぱりね楽しんでてほしいからさ石川を。この人違う気がする、このピース。チンキかな、ん？なんかここのピースが違う気するんだけど気のせい？明らかにこれサイズ違うんだけど、どこと違うんや、え怖っ。うわなんかこっちの方がしっくりきてる気する、逆かなこれ、うわこっちな気がする、こっちにしとこういやもう本当に合ってんのか分かんなくなってきた、恋しちゃったんだ多分気づいてないでしょう。てて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 て。ごめん、わかんない。裏確かめて、裏確かめても裏の模様が似てる時もあるんです。もうそれはもうどうしようもない。それに関してはね、もうどうしようもないんだ。そう、たまにある。もう確かめようがないっていう、ダメだダメだ、
アイスありがとう。アイス食べたいよ。変顔。私のため息のつき方。なんかさ、ため息って言うとさ、なんかすごいさ、なんかうわーってなるけどさ、こんな顔してため息つかれたらさ、あ、この人ちょっと大丈夫だなって思わない？あ、なんか、うん、大丈夫そうってならない？私チェックかな、そうなるの。ローソンの冷凍スイーツね、いいな、食べた。ギフトありがとうございます。今日のストーリーの件お話はしたの、どういうこと？あ、いいのって、うん、あげていいって、お互い多分いいって感じだったからあげてる。降り注いだ冷たい雨、青い傷を溶かしてた。いつか見てた夕暮れ空の隅っこで笑う誰かがいた。気づかないうちに大人になって、綺麗な嘘を口にできるほど、いろんな覚えてきたけど、それでもまだ痛いんだ。You, you, 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 暮れの涙が出そうな赤、私の中の君を溶かしてしまえ。これあれだな、カバーした人のだからまたリズムが違うな、私の知ってるやつと。私の体中君の、あ、溢れているから。ダメだ、ちょっと歌い方がちょっとあまりにも違いすぎてごめん、歌えなかった。ちょっとアカペラでいくね、本当にちゃんと。私の体中君の傷跡で溢れているから、進めないよね、消えて消してよ、そう願っていたのに、どうしてこんなにきつく抱きしめてるの。カバーの曲で歌うのって難しいね。それともこれが本家なのかな、わかんない、どうなんだろう。人によってね、やっぱりこの言葉のタイミングとかちょっと違ったりするもんだから難しい。家のドアを開けて外に出た時、さて何の歌でしょう。強い風に吹かれ春だって気づいた。なんか脱いで制服だけで
歩く日差しの道ちらほらと芽吹くよ。卒業するまで何回会えるかな。4月になれば都会へ行っちゃうし、私これ結構好きだった。思い出作りに奇跡は起きない。桜の花がやがて咲く。こ踊れるってことは残る日を数え、寂しくなるよりそばにいられるこの今を大切にしよう。はい、私これめっちゃ好きでさそう、可愛くないかし、めっちゃ好きこれ。バスに乗ってきたよ初恋の人。でも自分の歌割りしかわかんない、ちょっと他のとこ違うかも。バイおはようって言い方ぶうきらぼうだぞ。せめてもう少し話せよ。生きてるってことは後悔することもそうだけで心が叫んでる。思い出以上に約束しなさい。私のことを忘れるな。メールするなんてそんな言葉よりガールフレンドを作るなよ。神様に誓え。可愛くない？ガールフレンド作んなよって。そう、なんかそのちょっと命令口調なところが好き。思い出作りに奇跡は起きない。桜の花がやがて咲く。残る日を数え、寂しくなるよりそばにいられるこの今を大切にしよう。いいね。これね、プレイリストにね、あのチーム B のあのドル明けの曲全部入れてさ、そう。チョコレイ口移ししていつものキスじゃつまんないよ。強引にねじ込んでチョコレイ舌で溶かしてあなたの愛を舐めたいの。唇をはみ出してやらしい音を立てる。意外と踊れるもんだよねひと目を気にしないで私たちの自由でしょう。誰かに見られてるともっと大胆になれる。オープンカフェの真ん中あなたの膝によじ登って、ベティブルーみたいに可愛い女の子よ。青空の下で愛し合えるのは裸になるよりも気持ちいい。チョコレイ口移ししてディープなキスをするように斜めから
抱きしめてチョコレート甘くビターなあなたの毒が美味しいの目を閉じちゃもったいないいっぱい困らせたいの懐かしいこれ高かったけどね声いつも出るかなって不安だったもんその気持ちに正直でいたいだけよ人間は誰だってただの動物になれるカップのココアこぼして制服に染み広がってもそんなのどうでもいい大事なのは今だけ上空飛んでるヘリコプターの音も何も聞こえない愛とはそういうもんあ、出る口うつししていつものキスじゃつまんないよ強引にねじ込んでチョコレート舌で溶かしてあなたの愛を舐めたいの唇をはみ出してやらしい音立てる雷鳴ってるねちょ口うつししてディープなキスをするように斜めから抱きしめてチョコレート甘くビターなあなたの毒が美味しいの目を閉じちゃもったいない困った顔も素敵よ高いようこれ声出てたよね本当にワンツースリーアーワンツースリーアー真冬の海は静かすぎるね寄せる波が耳にささやくよ今日は一人で来たの過ぎた季節が砂に埋もれて片方だけのビーチサンダルが色あせた恋ライフセーバーのあの人と出会ったこの渚いちごミルクのかき氷溶けるまで話したね夏のキスはずっと残る日焼けがそばかすになるように見つめ合ってごく自然に唇から唇へと愛が伝わった夏のキスはずっと残る鏡のその中に映ってる今も胸がキュンとするよ心のこの足あと間違えた後悔していないわー波打ち際で水をすくうて手のひらからこぼれる思いで涙が海になった二人でいなきゃ
風が冷たい監視台が立てたあたりではぐれたみたい手を握るのも初めてでぎこちなく歩いた永遠より長いような照れくさい夢を見た夏の恋は続かないっていつか先輩から聞かされた小麦色の跡を残す忘れられない恋のかけら切なく数えた夏の恋は続かないって否定していたけど本当ねこの海にはもう来ないわあの人がいないなら日に焼けることもない いつももう AKB の歌って高いよね。まあ歌ってるけどさめっちゃ高いなっていつも思ってたんだよね。そう私のキーには合わない本当は。あーやばいやばいパズルかパズルが。夏のキスはずっと残る間違った歌詞なるように見つめ合ってごく自然に唇から唇へと愛が伝わった夏のキスはずっと残る鏡のその中に映ってる今も胸がキュンとするよ心のこの足跡後悔していないわ。意外とね振り覚えてるっていうね。全部はさすがに無理だけど。線路脇にタンポポが咲いていた長かった冬が終わり待ちわびた春が赤裏返った日差しの道を歩き恋でもしようか。私さ多分出てって言われたら今出れる嘘です、冗談です。さすがに出れないけど、通い慣れたはずのいつもの間違えた黒昨日までの僕とどこかが違うよ。うつむいていた季節風も向きを変えて人はいつだって生まれ変われるさこんな場所にタンポポが咲くなんて生命力の強さとひたむきさ教えられたよ。なぜか目頭が熱くて夢や希望や未来はここにある。雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ。日陰もいつの日にか日向になるんだ。ちょっとこれ振り微妙でしたなんとなくしかわかんない。ほんの少しだけの不運を嘆いてた休みがちな僕が
恥ずかしく思う雲一つない空は鳥も自由に飛び過去の雨の日も今日のためにやる気づかなかったタンポポが揺れている誰の心の中にもささやかな日常に忘れていたよ。おーもうウェイウェイウェイ、ちょっと少々お待ちください。お電話が来てしまいました。はい、すいませんでした。お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんですそう、今ちょっとお友達とね遊びに行ってるらしくて興奮して電話かけてきた。そう、以上です。はい、大丈夫、お姉ちゃん。そう、一緒に行かないって、もともとあのそう来月再来月あたり一緒に行かないって誘われてたんだよ。再来月かな、そう一緒に行こうって言って、いやすっごい良かったからやっぱり行こうよ、ねえ行かない、めっちゃ良かったのってすごい興奮気味に電話かけてきました。はい、はい、ということでちょっと続きいきますね。どこまで、落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ、弱さもいつの日にか強さになるんだ。そう、めっちゃ興奮してたね。え、行きたいんだけどっていう話をしてたんだよ。こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ教えられたよ。なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある。雑草の中の命はたくま、あ、裏返った育ってゆくよ。日陰も日向になる。気づかなかったタンポポが揺れている、誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ、弱さもいつの日にか強さになるんだ。ここ最後の振りが分かんないな。バーム降ってきた降ってきた。
これ歌えるかな、久しぶりなんだけど。いやでも意外と歌はね、弾く覚えるの苦手だったから忘れたりするよ全然。土砂降りの雨の中ずぶ濡れで無我夢中走った国道沿い、よそもと人も目合ってワンボックスカーでさらわれたらしい。携帯の留守電残っていたのは高まる感情を殴りに行くぜ。俺の正義だバカだと言われても止まらねえ。殴りに行くぜ拳の勲章を。男はいつだってやられりゃやるだけ。あー高っ。ねえほんと土砂降りの雨の中だよ今。駐車場ドブネズミ人数は負けても後に引けねえ。素手と根性じゃ喧嘩には勝てないと分かってはいたけどどうにでもなれ。そうこの衣装好きなのよく覚えてたね。倒され空を見上げりゃ生きてる時間をボコボコにされ、傷だらけでもなんだか気持ちいい。俺たちさボコボコにされ、這いつくばっても男はいつだって逃げたりしないぜ。わあ。いにさ遠くからサイレン肩を貸し合ってそれでも立つんだを殴りに行くぜ。俺の正義だバカだと言われても止まらねえ。殴りに行くぜ拳の勲章を。男はいつだってやられりゃやるだけ。わあ、たけあわあわばわあわ。高いっす。はい、ということでお歌の時間でした。お、ニューヨーク行ってらっしゃい。あ、反応しちゃダメなんだっけこれ。反応するよ私は、たまに気づいたら反応する。何かな。 AKB じゃない曲いくね。高すぎたさすがに。いや本当私 AKB の曲さマジ高いと思うんだ。結構マジで高いと思ってんだ。
これ好き。須田まさきさんの虹。これって低いんですよ。泣いてでないな。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ、本当にあり情けないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く、ありのままの二人でいいよ、日だまり見つけて遊ぼうよ、ベランダで水をやる君の足元に小さな虹ねえ、一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように、固くつないだ手を離さないから、ママの優しさとパパの泣き虫はまるで僕らのようでさ、未来が愛おしい、大きな夢じゃなくていいよ、自分らしくいれたらいいよ、一人ぼっち迷った時はあの頃を思い出して、ああ寂しい夜を半分僕に預けてほしい、嬉しい日々は十分に笑い合っていたい、どんな言葉でも足りないような、君のぬくもりに触れたせいかな、いい歌だ。家族や友達のこと、こんな僕のこと、いつも大事に笑うから泣けてくるんだよ、何にもなかった空にポツンと輝いていた、ありがとうに変わる言葉ずっと探していたんだ、一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように、固くつないだ手を離さないから、離さないから、パズル？あ、なんか別にやりながらってわけじゃないんだけど、なんかここかなっていうのがあったらちょっとはめていってみて。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのに、初めてのキスを久しぶりに歌ったら音わかんないや、繰り返してほしくて、愛が
僕に噛みついて離さないと言うけれど寂しさの形は変わらないみたいだ舞い上がってゆけいつか夜の向こう側うんざりするほど惹かれ君の歌優しさが濁った日々の憂鬱は満員電車みたいだ冷めたぬくもりをむやみに放り投げた僕が愛を信じてもきっといなくなるんだろうそれならいらない悲しすぎるからさようならさえもうまく言えなそうだから手を振る代わりに抱きしめてみたよ流れ星を見た流れ星を見た願う僕の歌こんばんはそばにいるだけでほんと幸せだったなそばにいるだけでただそれだけでさ愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど寂しさの形は変わらないみたいだ舞い上がってゆけいつか夜の向こう側うんざりするほど惹かれ君の歌もう傷つかないもう傷つかけない惹かれ君の歌ありがとうございます今日7時から配信始めた私7時4分ありがとう全もうちょっと配信しようかなでー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 久しぶりに歌うなこれこれ低い菅田将暉さんの歌って低いんだよねすごく好きなんだけど歩くほどに靴底が汚そんなふ低いな僕らの魂も欠けてしまうそんな時に思い出して君が諦められない理由を救ったはずが救われたけ握ったつもりが握られたてあまねくたびじに光あれ強さや弱さでは語れないぜ立ち向かうその一歩ずつが君の勇敢さの勝利だった叫ぶために息を吸うように高く飛ぶために助走があって笑うために僕らは泣いたそれを敗北とは言わない Long Haul Philly あいい歌
ちょっとでもエメロビメロ声で全然出なかった、低い。変わってく街並みも友達も大抵は離れてわかる夜べなさと、あ、歌詞間違えた。ましてや自分、僕は僕を離れられぬやましさを背負って、だからとも読み届けてくれ、変わったのじゃなく変えたのだ、あまねく挫折に光あれ、成功失敗に意味はないぜ、最終話で笑ったやつへ、トロフィーとしてのハッピーエンド、願わなきゃ傷つかなかった、望まなきゃ失望もしなかった、それでも手を伸ばすからこすの、その傷跡をたたえたま、あ、音が違う、フィリア、音が違ったな、諦めて疑って塞いで、期待外れって言われたっけ、でもなくしたことが武器になった、それどん底に咲いた花、陶器ともよ、今ではもう青い星座、少なからず僕ら生きてる、荷物ならばそれで十分だ、あ、命に光あれ、生きるために理由はいらないぜ、うなだれても踏みとどまった、そこをスタートラインと呼ぶんだ、今日の君が笑ったことで敗北も無駄にはならなかった。故に咲くどん底の花、友よ末長い希望を、Long Hope Philia。Philia。低いね。雨がすごいよ、これ歌えんのかな、わかんない、わかんなかったらみんなが歌ってる途中ちゃんと歌ったくないわ。あの人のままに会うために今一人列車に乗ったの、黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、あの人はもう気づく頃よ、バスルームにルージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない、不安な気持ちを残したまま、街はディンドン、あ、ダメだ、ここわかんないわ明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ、マイダーリーわあの日、あ、じゃ早かったこれちゃんと歌ったの初めてだわ難しいっす、ちゃんと知らないから。
ジブリ歌えるのないかな。呼んでいる胸のどこか奥で、いつも心躍る夢を見たい。悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱けるさよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議。花も風も街もみんな同じ。ラン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 。呼んでいる胸のどこか奥で、いつも何度でも夢を描こう。悲しみの数を言い尽くすより。わっ、これ2番わかんないわ、わち2番わかんなかった、全然。狭く雲の上、いつも一話で、いつも何度でもねいつでも何度でもじゃない気がする。45分になったらランキングいって、そのまま終わりますね。帰り道ふざけて歩いた。わけもなく君を怒らせた。いろんな君の顔を見たかったんだ。大きな瞳が、泣きそうな声が、今も僕の胸を締め付ける。すれ違う人の中で、君を追いかけた。変わらないもの探していた。あの日の君を忘れはしない。時を超えてく思いがある。僕は今すぐ君に会いたい。私いつも聴いてるのカバーだからちょっと違うね、やっぱり。
街灯にぶら下げた思い、いつも君に渡せなかった。夜は僕たちを遠ざけていったね。見えない心で嘘ついた声が今も僕の胸に響いている。さまよう時の中で君と恋をした。変わらないもの探していた。あの日見つけた知らない場所へ、君と二人で行けるのなら、僕は何度も生まれ変われる。リズムがやっぱり違うと歌いづらいな。形ないもの抱きしめてた。壊れる音も聞こえないまま、君と歩いた同じ道に今も明かりは照らし続ける。変わらないもの探していた。あの日の君を忘れはしない。時を越えてく思いがある。僕は今すぐ君に会いたい。僕は今すぐ君に会いたい。ありがとうございます。あと1曲歌って終わりにしよっかな。歌えるかな。久しぶりに、めっちゃ久しぶりに聴く曲、あんまり知らないかもしれないけど、愛しい人へっていう曲なんだけど。しけいさんこんばんは、ありがとうございます。あ、あれじゃないです、ごめんなさい。膝抱え一人涙こらえた。どうしようもない、不安に負けそうな夜。気がつけばいつだってすぐそばに。他の誰でも泣くあなたがいてくれた。強くなりたい、願い続けてはまたつまずいて傷つくけど、信じられるあなたがいるから立ち上がれるよ。もう一回ちょっとサビからいきますね。ありがとう、ただ伝えたい愛しい人へ。声の限り何度だってかけがえのない私の
愛しい人へ届いてるか。ごめん、歌詞が全然違う。怖い怖い。行く世界変わらない人のぬくもり確かに感じた。なんか最後これってあれだな、ちょっとボロボロだな。なんか歌いやすい曲ないかな。これさ、すごいさ綺麗に歌ったらさめっちゃいい歌なんですよ。ごめんね、私が歌うことによってちょっとその良さが伝わらなかった。めっちゃ歌詞良くて、そう、タイナカサチさんかな。転んで傷ついて、これも久しぶりだ。これも久しぶりなんだけど、派手に転んで傷ついて気づけばもうどこにもいない、歪んだ世界に魔法の言葉で光が射すなら飛びつくんだろう。今目の前に残るのは希望か、掴みかけたは幸福か。あ、ダメだ。久しぶりに歌ってダメだな。ダメだったんでちょっと違う歌にします。なんか最後なのになんか全然決まんない。なんかうん、じゃあこれにするね。絶対わかんないかも。これあの舞台のあ、待って、怖い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 、待って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 、今の怖かったよ。なに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 、怖っ。歌すっごい今の怖かったんだけど。明日に消える大地を忘れる酒があるならどうか飲ませてください。消えぬ心の火潤せるから、例えばあの日の言葉、背中の誠の意味が嘘だとしても忘れたくはない。いつかまた遥か繰り返す声、白き者たちが目指す背中も、遥かまたいつか諦めぬ声、嘘なき一日、風と消えてく。ギフトありがとうございます。人の消える命がハスの花となるなら、その酒を飲ませてください。水よりもきっと大地に咲くから、春を生むために生きる、冬を殺す太陽になるとそう決めた。月は嘘ですか、眠るまだ眠る隠した夢も、白き花の世に届くその日を、消えぬまだ消えぬ花の香りよ、嘘なき一日、明日をください。
これね舞台の曲なので、まあ、知らない人多いかもしれないんですけど、私のね初めて見に行った舞台ですね。すごいかっこよかった。盾とか歌もねよくって、結構ずっと聴いてますね。いつかまだ遥か繰り返す声、白き者たちが愛した大地よ、遥かまたいつか諦めぬ声、嘘なき一日風と消えてく、眠るまだ眠る隠した夢も、白き花のように届くその日を、消えぬまだ消えぬ黒き思いも、嘘なき一日消してください。前聞いたっけ、ただ違う曲歌ったの覚えてんだけど、これ歌ったんだっけ。北の大地に眠る誠を背負った人よ、どうか笑ってください、あなたの思いを生きてゆくから。はい、ありがとうございます。違った、いや、わかんない、この舞台の歌はこの前歌った、そう、これを歌ったかはちょっと覚えてないけど、私好きですね、なんかめっちゃ。ということで、ね、ちょっとランキングいきたいと思います。13位たもっちゃん、32位さるきちさん、11位たけた、ごめんちょっと私の目が悪くてちょっと見えない、たけねこ17さんかな、 G アイスカフェさん、 9WY と影の守護神さん、8位エレメンツさん、7位かぼちゃん、6位プリーツさん、5位桜のお友達さん、4位かいさん、3位鉄道のあいつさん、2位けんけんけんさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきますごめんね、ちょっと字がちっちゃいってさ見づらくて、鉄道のいちさん、アイスカフェさん、けんけんけんさん、ゆうたさん、桜のお友達さん、アイスカフェさん、もっと歌うまくなりたいな、高い声が出ないんだよね。です、ありがとうございます。呼ばれてない方一斉でお願いします。かぼちゃん、鉄道のエイトさん呼んだ気がする、あ、呼んでなかった、呼んだと思う多分。リーチさん、ね、はい、ありがとうございます。ということで本日はね、これにて配信を終わりたいと思います。明日の朝配信はないですので、まあ夜配信だけになるかなと思います。またね、ぜひ夜お時間あったら見に来ていただけると嬉しいです。それでは本日もね、一日お疲れ様でした。また明日もね、お仕事学校ある方頑張っていきましょう。まあね、体調と、あともあー絶対光った、まあ大丈夫だね、お、まあ、お天気も悪いので、なんかまあ気をつけて本当にお過ごしください。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。めっちゃ遠かったねすっごい遠かった。でもなんかピカって見えたからさ、来るかなみたいなさ、ね、それではまたね、ありがとう見に来てくれて。
また明日。おやすみ。